玉を作ってみます。食べてるおなじみのキノコの山を手作りできるね、商品です。だけどだからだけどちょっと破っちゃった。白のチョコと黒のチョコです。はい、それからこれが棒の部分ですね。はい、になります。これをお湯の中に入れます。まずこちら準備してありますよ。これ熱いからパパやる。まだこの3人を入れます。あらほい、よいし、これで少し待って、溶けるまで。あっさ、やばい、50度なのにこれは絶対80度ぐらいあるぞ。大丈夫か。あっつ、マジで。わー、出た、ほら小さなく、で、こうしてわかりました。消えちゃった。よし、これで。30分経ちましたので、でーん、でーん、でーん、さあ型から外してみましょう。うん、
手作り。どうぞ。あ、何これ、タケノコじゃない？偽物じゃん。キノコの山なのにタケノコの里が入ってる。あり？すごいね、これね。できない、これ。ん？味はあのアポロ、いちごのチョコはちゃんといちごの味がしますね。ホワイトチョコもしっかりとしたチョコレートになってます。うん、お値段税抜きで230円。でもその価値ありですな。楽しめるね。ということで以上、キノコの山を作っちゃおう。うん、作ってみたいと思いました。バイバーイ。バイバーイ、また見てね。